今日の曲ドラバーシャーです。解説は日本プロ麻雀協会より渋川南波さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まずは注目のトンの一曲、4社の手配をご覧いただきます。水原には白が統一、両面が3つほどできています。第1度は何からすぐ上がれそうですね、1500。そうですね、こちらが松ヶ瀬はあまりにも悪いですか。あんまりにも悪いですね。これは悪すぎると言ってもいいかもしれません。真ん中からそうですね、切っていって、ほぼ守りと。この曲は瀬戸熊はマンズ一面、そうですね、ピンズ一面で両面もあります。はい、悪くないですね。平茶の多い、こちらは両面が3つ。手配ご覧になってどうですか、印象としては。まあ、水原選手が早いですね、白を泣けば。ただ白が誰の手にもなくて、松ヶ瀬選手のとこ行ったら白出ないんで。出ないです。まあ、長引くとしたらこう瀬戸熊選手とか大井選手も、顔を出してくるかなと。そうですね、面前で追いついて攻めてくるかなという展開になりそうですね。水原はこれは白はもう泣きますか。これは泣くと思います。なんか泣かなくても大した手にならないのに、ね、上がりづらくなりすぎるんで、まあ、1500上がって連チャンで自局にもっと高い手上がろうっていう感じでいいと思いますね。はい、まあ、連チャン狙いというか、はい、役牌のはずが統一、両層も3枚。あ、もうメンツ手はいらんと。まあ、イーソー2枚切れてるんで、はい、もうどうせ泣けないから、じゃあメンホンチートイツの方がマシだよねということですね。瀬戸熊選手がかなり進んできたんですが、水原選手もいいですよね。はい、さあ、これどうしましょうか。急走切りが基本ですね。はい、そうしておくとペンチーワン入っても使えるし、僕は急走切ってきました。はい、さあ、重ねてきました。パーソーです。間に合いますか。メンホンチートイツを狙っていく、重ねたいところはどこだ。ここは、1枚切れのトンですか。はい、これはかなり守備的な一打ですね。もうトンが親に間に合わなくなるのが嫌だということですね。先に切っとけっていう勧告もあるということですか。はい、瀬戸熊が両面両面のイーシャンテンでドラのシャアが浮いている格好。初は松ヶ瀬統一ですが、もうこれはチートイツに絞っています。はい、うわー、最高の引き。これは泣かないですね。これはリーチにしたい。巡り合わなくてよかったですね、先に。そうですね、先に切られてたら多分泣いてたんで。はい、こんなにいいところで、いやー、いいタイミングで巡り合いました。はい、水原白とここはナイスコンビネーションです。ナイスコンビネーション。こうなったらもう泣かないですね。これは泣かないでしょうね。リーチ宣言入れ泣くかどうかだと思いますね。はい、大井も嬉しいローソー引き。ただ順目が中盤に差し掛かってきている。ちょっともうちょっと早かったらよかったんですけどね、だいぶ遅いなと。はい、さあ、水原チャンス親番。松ヶ瀬選手はとにかく重なる牌を残したいですね。はい、瀬戸熊もなかなか転敗しない、ドラのシャアが早く切りたいんですが、重なったら痛すぎるんで、はい、まあ、どこまで持つかですよね。ドラのシャアは現状山に2枚残り、さあ、多い、さらに両面ができて、しごろですか。4-5-6か、まあ、面単品にしたいですね。これは、自分で切ってる9層そのまま切っていきました。はい、赤ウーソー、これは残しましょう、1枚も切れてないし。来ない来ない来ない、そうですね、そろそろテンパ入ってもおかしくないんですが、打点的にかなり魅力が出てきたのはこの多いですよ。はい、あ、まあ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 使えますよ。はい、まあ使えます。ドラです。いや、水原選手もこのドラいつまで持っておくか。あ、来た来た来た、いいシャンテン。チーソー一切れ、何が今切られてドラ表示牌、あ、何はもう3枚目。はい、ドラ表示牌決めて、これは目いっぱいにいきましょう。さあ、松がこれシャア捉えるかもしれませんよ。これ変えるかもしれないですね、シャア先に切って。ここが限界と。はい、トンがね、安全牌なんで。ここはトンを残してシャアを先に打ち出していった。はい、いい、さあ来た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 。大井は6キピン振り点ですが、目いっぱいに構えます。はい、ぶつかって、ま、ぶつかりそうですね。これ先切っときますか、赤ウラン怖いし。瀬戸熊のシャア同様、はい、先に打つ。これシャアが松ヶ瀬選手今テンパイできたらね、闇点にして捉えれそうですよね。水原のシャア危ないですよ。うわ、これ9ピン考えてますよ。9ピンは場に2枚切られていて、いや、安全パイなんですよ。先に相当切っとこうってことですか。いや、でもこれウーソーチースを逃せないと思うんで、普通は9ピンなんですが、考えてますね、このイーシャンテンで。
そんなに上がれる感じがしないってことなんですか、安牌持ちたいってことは。だからもうチーソーとか特に赤ウソなんて誰かからリーチ来たら切れないんでっていうことですよね。これはリーチか、いい街です。リーチパーピンが2枚切られていますが、ここはウッパーピンリーチ、あ、これ多いのウッパーピン危ないですよ。入り方によってはかなり危ないですね。スーチーピン来たら、あ、これ危ないかな、あ、これは大丈夫だ。ただロッキーピン振り点天牌取りそうですね。一旦パーソーの現物を切って、はい、積もれば上がれますし、どうせパーピンとか切りづらいんで、はい、うん、なんかピンズ払っていってもパーピン危ないなら天牌取っておいてひょっこり積もにかけようかなと。チーソーが現あ取りましたね、はい、ここはまずは振り手の天牌6球ピンです。さあ水原、3万取ってない、うわー、シャー先打たれた。これで松ヶ瀬選手は8万取ってないですよ。じゃあチーソー一旦切ります。あー、シャーだ、もう慎重も慎重ですね。お、今チーソーローンされちゃうのも嫌ってことですか。そうですね、確実に今この瞬間通る牌を切って様子を見てますね。闇点がいるかどうかとか、これはやめますね。チーソーチーソーでやめですね、はい、やっぱり振り点ではちょっと無理できないよと。そうですね、いやこれはね3番はね押せないと思うんで。となるとピンズですか。3ピンを切るかもう3層切ってやめるかだと思いますね。3ピンは数ピンのワンチャンス、はい、3ピンぐらいなら切る価値はありそう。ただ3番はマンズがもう1しか切れてないんでかなり危ない。実際入り目、うん、3ピン切りそうかな。でも順目遅すぎるんで3層もある、これは難しいですね。松ヶ瀬情報では親にはかなり固執するタイプ、はい、水原、たださすがに3番はいかないと思うんですよ。3ピンだ、降りてはいない、降りてはいないですね。ここがやはり強気なところですね。ああ、これはもうパワーワン切りだ。チーソー一応現物待ちで2枚見えてる、トイトトシかもしれないですからね、大井選手が。あ、これチーソー大丈夫。いや分からない、このパワーワン筋ですよ。いや、大井のディフェンス力が持ってすればこのパワーワンはさすがにおかしい。でもテンパったら危ない。あ、テンパった、3万切ればだけど、そういうテンパい多分6球ピン引いたりするとチーソー危なかった。サブロー1でも危なかったと思いますけど、はい、これはあ、でもチーソー危ないですね、触ってますね、やっぱりパワー1だけなんでね。チーソーだー、1万2000メンホンチートイ赤12000、大井いぶかしげな、いぶかしげな目でその手をじっと見つめています、はい、これはマクラス選手がうまかったですね。